はい、今日はギリシャ風サラダ作っていきたいと思います。まずはマッシュルーム、厚めにスライスしていきます。ヨーグルトを使っているのでギリシャ風と言っちゃってますが、はい、ニンニクとレモン、オリーブオイルを加えて止まらない美味しさです。はい、マッシュルーム次々スライスして、ボウルに入れて軽くレモン汁をしていきます。玉ねぎ、小さめのもの使ったので2分の1個使っていきます。スライスしてボウルに入れて塩で揉んで水気を出していきます。少し置いておきます。はい、きゅうり小さめの乱切りにしていきます。きゅうりもボウルに入れて軽く塩をして、水気を出していきます。はい、トマト蓋を取って半分に切っておきます。マッシュルームのボウルにトマトを入れておきます。はい、玉ねぎ水気をよく絞って、マッシュルームとトマトのボウルに加えていきます。はい、きゅうりも同じようによく絞って加えていきます。はい、今日ヨーグルトのドレッシングで和えていきますが、酸味のないヨーグルトよりも、四角パックで売ってる酸味のあるヨーグルトの方がドレッシングには向いてるかなって思います。はい、塩小さじ2分の1ぐらい、
軽く混ぜて、はい、ニンニクのすりおろし、今日はチューブのものを使ってしまいます。少々ヨーグルトもたっぷり加えていきます。大さじ3強まずは加えて様子を見て混ぜていきます。オリーブオイル二回しぐらいかけて、黒コショウをひいて、軽く混ぜていきます。はい、ちょっと足りないかなと思ったので、さらに大さじ1ヨーグルトを足して、はい、ミント、最後にミント、葉っぱをちぎってたっぷりと入れていきます。飾り用に先の方の綺麗なところは取っておいて、はい、どんどんちぎっていきます。結構入れても食べた時に、あ、もっと入れればよかったって思うほどミントがいいアクセントになっておりますので、たっぷり入れてください。よくかき混ぜてお皿に盛って、最後に残しておいたミントをのせて完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コメントもぜひお待ちしております。